くどいようですけども、アルジェリアで犠牲になった人たちの死を無駄にしないためにも、自衛隊法の改正と自衛隊が海外に展開できる法律の整備を、邦人救出法案の制定を望みます。本部法務士さんいらっしゃいます。それから教育現場の正常化、はい、和骨。私も自虐史観教科書を目にしたときは怒りに打ち震えました。こういった教科書が淘汰されるためにも、日教祖の影響力排除お願いします。私も先ほど方が言ったように、今年はこういった連中と自分のできる範囲で戦っていきます。自民党さんの安倍さんが言った通り、教育現場を正常化するその発言がエネルギーになります。私もできる限り戦っていきます。教育現場の正常化よろしくお願いします。そして何度も言いますが、自衛隊の特殊部隊が海外に派遣できるような法律整備制定、これ下級の課題ですし、品が尖閣狙っている以上、自衛隊の増強も必須です。これ絶対お願いします。お願いします。お願いします。簡単に。お、できた。あ、じゃあすみません。簡単に。また、アルジェリアに、絡みますが、やはり、日本にがですね、まあ、自衛権の範囲でしか発動できない、まあ、自衛権の範囲で、まあ、防衛力発動というところで、どうしても仕返ししてこないだろうというところで、やられてしまったという話もあります。本当に亡くなられた方、本当にお気の毒でございます。で、それアルジェリア以上にですね、危険な地域が隣の国がありますので、ぜひですね、シナ朝鮮からはですね、渡航禁止とですね、帰国命令を出していただいて、企業も撤退していただいてですね、そうでないともう一触即発の時に十数万とか、もうそういった単位の人がですね、拘束されて人質にされて、かつての通襲事件のような目に遭わされてしまいます。ですので、ぜひともですね、シナ朝鮮はですね、渡航禁止と、帰国命令出していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すいません。あ、じゃあちょっと自民党さんまたお願いになってしまうんですけれども、ぜひとも公共事業をもっと増やしていただきたいな。それでデフレを脱却していただきたいなって思います。デフレというのは要は需要、供給能力が需要を上回っているという状況なんですね、日本経済全体で。これは逆に言えば非常に財産であります。労働力で生産設備が余っているということですから、これを例えば自衛防衛力の拡大、軍備拡大、それとか公共基盤の整備、あるいは国民の生活向上に使っていただければ景気も良くなりますし、国民の財産です、デフレギャップというのは。そういったですから、こんな状況下で消費税増税なんて絶対にする必要はありません。インフレ率が 2% 超えたら増税とかそういったことは考えてください。今の状況で絶対増税なんかするべきではありません。自民党は10年間で列島強靭化200兆円というのを打ち出しましたけれども、かつて日米構造協議で決まった、公共事業額というのは430兆円ですから、それよりもまだ半分以下ですから、公共事業の額全然足りません。原発来るんで早めにお願いします。ですから公共事業を増やしてもっと景気よくしてください。あと防衛力も増やして景気よくしてください。以上でございます。はい、安倍総理、お疲れ様です。お疲れ様です。私たちはですね、明日、明後日、両国駅前、両国のですね、エコー院前におきまして、変更マスコミのですね、周知するためのチラシ予報を行います。その中でですね、何を訴えたいかと言いますと、こういったですね、中国や韓国といった、反日の、アジア諸国も私たちの敵ではありますけども、一番最大の敵が何かと言いますと、実は、日本においてですね、日本を売ろうとする、反日日本で、そして、反日の、外国籍の人間だと思います。そうだ。
そしてそういったですね、けしからん連中に乗っ取り、そうしたけしからん連中の意向を受けているですね、NHK や、そして、朝日テレビといった、こういった売国メディアをですね、こういったものが一番の敵だと思います。ですので、街行く人々にですね、チラシを配りまして、こういった朝日や NHK といった売国メディアをですね、信用しない、そして公共の電波を使ってこういった国を売るようなことをするですね、メディアを叩きましょうというですね、チラシ用法になります。ますますですね、こういったの売国メディアによる、安倍先生および、自民党に対する攻撃が強まりますが、私たちも頑張りますので、安倍総理はくじけないで、自信を持ってですね、ひたすら頑張っていただければと思います。よろしくお願いいたします。すいません、それでは本日は、そろそろ終わりとなります。大変お騒がせして申し訳ありませんでした。では最後にですね、今回は頑張ろうコラボで決めさせていただきます。安倍総理が掲げるセキュリティダイヤモンド安倍ドクトリン、これで中国を包囲網で日本を守るため、国民と共に頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。どうもお騒がせしました。これからまた半原発が来ますので、新鮮なご用意をお願いします。頑張れ、誰だろうね。セキュリティダイヤモンド万歳。お疲れ様でした。ドイツが帰ります、ね、はい、どうも、疲れました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ドラメが持ちますよ。あ、すみません。あ、了解です。はい、はい、お疲れ様でした。